おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやすごいおしゃれな建物ですよ。すごいですよね。レンガのね。いや今日はいつものスタジオを飛び出してアフレコスタジオに来ちゃいました。アフレコスタジオ。いやちょっとね、なぜアフレコスタジオなのか困惑している君たちに状況を説明してあげますとですね、なんと今日は先日公開されているはずのセカワティザームービーの音声収録現場に来ております。船長がね、時空の狭間にいるのでまだ完成版をね、見れておりません。これから声を取ります。今から君たちには、本来ね、見られない収録の現場をお見せしちゃいますと。そして最後にはなんとマリーさんとあの声優さんがなんだ、お楽しみにしててください。マリーさん緊張してます？いやしてますよ。本当に失礼があったらどうしようで頭がいっぱいですね。体調は大丈夫ですか？体調はもうね、もう朝一バッチリ起きて風呂まで入ってきましたよ。そう、船長だけに体調もいい。え声は大丈夫ですか？あ、声はね、まあ大丈夫か。大丈夫ですか？ええ、準備はじゃあバッチリ。バッチリです。いきますか。いよいよ皆さんが決めた配役で収録がスタートします。あ、そうします。いや、そうなんですよね。いや、船長も声優さんのアフレコ現場生で見たことなんかテレビとかでやってるじゃん、特集みたいな、よくそういうので見るけど、生で ね拝見することはないので、いやリアルタイムにね、これは楽しみですね。マリン監督ですよ、いよいよ。監督とも、こんな素人が監督になっていいのか。では監督行きましょうか。行こうかね。行こうかね。それでは君たち行ってきます。この中世ヨーロッパ風の階段をね、トリを降りていきますと、どうですか？ねえ、すごい綺麗な。ねえ、ちょっとシナジーあるかもしれない。これはマリンに、マリンさんですでにはしゃぎ散らかしておりますが、はしゃぎすぎに使えない。いや、まだ始まったばかりですから、有り余るから。あ、もう大理石、これ。これ大理石か。マリンガチョウと大理石と、中世ヨーロッパと。ここで棚が相性バッチリな。いいじゃないですか。お、なんか、素敵な空間に来ましたよ。おお、ここがスタジオですか。綺麗なスタジオですね。バッチリです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。同郷監督の横田です。よろしくお願いします。お願いします。音響監督さんです。人生初音響監督さん、初対面。よろしくお願いいたします。じゃあ、スタジオあっちになりますので、はい、こちらへどうぞ。はい、お願いします。行きましょう。うわ、すごい綺麗なスタジオ。こちらです。はい、ありがとうございます。おー、すごいコラボの現場ですよ。これがマジモンの。すごいですね。いやー、どうしましょう。めっちゃ緊張してます。いや、何か失礼なこと言ってしまうかも。一生この心配をしてるんですけど、いやー、こんな作品に本当なんか声優さんの無駄遣いですみません状態ですけども、いやー大丈夫かな、よろしくお願いしますと。じゃあそろそろ皆さんの準備ができたようなので、ご挨拶に行ってみましょうか。一緒に行きましょう。緊張する。いや無理ですよ。では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 。あー、じゃあマリンさん、いよいよ行きますよ。はい、準備はいいですか？はい、皆さん待ってるんで。はい、開けます。ここ扉開けたらいらっしゃいます。行きます。うわ、緊張する。よいしょ。失礼いたします。失礼いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。保証ないです。お願いします。よろしくお願いします。皆さん、ちょっと今日はこのような変なものをやらせてしまってすいません。何かもし意気込みなどありましたら、ちょっと一言など聞かせていただけたら。大沢事務所の石谷春樹です。まあ、今回は夢を叶えるために僕たちここに来たんで。夢をください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。誰から？今回ね、ご利益で出演させていただきます、はい、山下誠一郎でございます。お願いします。本当に今すごい細い糸で限界化しない糸を持っているちょっと今だけは箱推しを置いといて、箱推しだったんだ。プロとして、はい、やらせていただきたいと思います。はい、皆さん、はい、草を生やしてください。よろしくお願いします。青鬼プロダクションの坂田翔吾と申します。今日は
一応この中で一番若い人のことなんで、あのピチピチで頑張ります。フレッシュな、お願いします。よろしくお願いします、はい、間違いの男岸尾です。言ってくださって安心感がめちゃくちゃありますから、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では行きましょうか。いよいよ、はい、本番に移りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。じゃ失礼いたします。では収録始めます。お願いします。よろしくお願いします。目を開くとそこは街のようだった。お街、お街ってナリリ社を渡さない。すごい。ビーリラっていうのは思い出してる、セフォが思い出してるっていうシチュエーションでいいんでしょうか。ふわっとからの言葉で、ここはですね、何だったっけ、今思い出してます。僕に残っているのはリアンナだけなんだ、うん、君の瞳は100万ボルト。ナリリシャ、ナリリシャめ、捨てたんだ、全部捨てたんだぞ。すごいね。お前が捨てた罪は深い、償いナリリシャ。いやー、狂気に飲まれた感がすごい。すごい。お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだ。すごいすごいすごい、はい、いただきました。収録以上です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。マリさん、はい、トースさんがいらっしゃったそうなので、ちょっとご挨拶に行きましょうか。行くんですか。行きましょう。行きますか。失礼します。よろしくお願いいたします。失礼いたします。あ、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、はじめまして、大沢事務所の東に地球の人書いて、トーチヒロキと申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、トーチさん、今日は本当にこんなわけのわからないものをやらせてしまって、はい、いやいや、全然楽しみにしてきました。 ありがとうございます、はい、ね、どういう形になるかわからないですけど、マッチョ W なので、もうマッチョ W しかないなって今今日は思っています。それがどういう表現になるかはわからないですけど、マッチョ W でいきます。はい、すいません、マッチョ W、はい、マリンのちょっと造語なんですけど。やっぱそうなんですか。すいません、気に入ってます。どういう意味だろうって思いましたか。思いました。でもまあなんとなくニュアンスで、あ、伝わりましたか。はい、どうぞ、よろしくお願いいたします。わかりました。すいません、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃ失礼いたします。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。同じ屋根の下で暮らす以上、コミュニケーションは基本だろうが。このマッチョ W なディザさんが部屋を用意しておいてやるぜ。やるぜ、いいだよ。いいですね。やるぜ、いいですか。トーキホー。おー、すごい迫力。決まりましたね。決まりました。決まりました、ね、てめえが本当の黒幕なんじゃねえか。俺だって殺されたようなものだ。お前たちは俺を裏切った。おー、すごい迫力。これでお前もマッチョ W だ。最高です。いいですよ、これバッチリじゃないですか。いただいちゃっていいですか。はい、こちらでバッチリではないでしょうか。はい、じゃあトーチさんの収録おしまいになります。わあ、サクサクと。さすがプロ。はい、失礼します。あ、おはようございます。エマリンです、よろしくお願いします。わー、すごい、感動、感動です。フリーランス、その先見えと申します。あ、その先さん、この度お声掛けいただきまして本当にありがとうございます。配信拝見させていただいて、大好きです。ありがとうございます。アオニプロダクション、白石涼子です。あー、うりょっちだ。よろしくお願いします。あ、お願いします。はじめ、あ、かわいい。かわいい。はじめまして、アオニプロダクションの小沢奈美です。ナリシャを担当させていただきます。かわいい、面白い。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。楽しみです。悪女なんですけれど、すみません、ちょっとまさかの悪女なんですけれど、はい、悪女なんですけど、え、悪女は、はい、大体何歳ぐらいとかあるんですか。あ、そうですね、うーん、まあ、プチとしまくらいの感じで、え、ギリプチとしまみたいな感じで。ええ低いとか太いとかでもいい感じなんですか。全然もう白石さんの出すものなら間違いないでしょうと、はい、思っております。頑張ります。お願いします。
ナレーションは、はい、こういうイメージとかありますか？そうですね、はい、結構意外と読んでいただくとギャグ調なところがあるので、なんかもう本当にここは自由に小沢さんのいろんな持ち味を、ね、好きに出していただくといいかなと思います。いろんな味を出していただいて楽しく自由にやってください。はい、わかりました、はい、お願いいたします。じゃあはい、グワット君ですけど、はい、テンションの低いというか、はい、そういう印象だったんですけど、はい、今日これから撮らせていただくティザー、割とこう気持ちの、そうですね、意外と結構波があってですね、うん、やっぱたまたま人とこう珍しく関わるとちょっと感情が爆発しちゃうみたいなところがあるのかなというかね、まあでも園崎さん出すものがもう正解です。間違いないと思わせていただきます。思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではじゃあ失礼いたします。本作では迫力満点のコマンドバトルシステムを採用。全キャラクターに固有のスキルが存在し、必殺技には専用カットインが実装予定。あら、泣くの？ガキはすぐ泣いて鬱陶しいわね。なんならここで死ぬ？1という表現は少し曲解かもしれないね。例えば0を無として1を生み出された時の形としておこう。でも壊れたじゃないか、ビリリアは。うるさい。いただきました、収録以上です。はい、ありがとうございます。終わっちゃった。いや、誰か聞いてくれたのに。終わっちゃった。はい、失礼します。あー、よろしくお願いします。マリンです。お願いします。しまった、感激です。すごい、ちょっと、やばい、推しがいる。いや、こちらの方こそ推しなんですけれど、福井美里です。店長はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。店長みたいにやんなくていいんですか？え、なんか無茶振りが、あ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 、宝生の一味の、井上まりなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。あはーい、福田彩音です。あー、しまった、これはもう完全に超えられてしまいました。本家を超えていく。いや、ありがとうございます。何か聞いておきたいことなど、いや、ないか別に、すいません、聞いておきたいですよね、すいません。仕事をしなくちゃいけないんですよね。そうなんですよ。いや、もうとにかく船長にがっかりされないように。いや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 、大事なこと、大事なことです。そうですね。いや、もうだって船長が大事に温めてきたこの大切な作品なんですよ。かなりクソゲーなんで、本当にそんないただけないでいただいて、大事に声入れさせていただきたいなと。ありがとうございます。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、私、未熟な自分は大嫌いです。いつも逃げ出したいし、消えてしまいたいけれど、皆さんがいるからもっと生きようって思うんです。素晴らしい。に今助けてあげる。その女、私がぶっ殺してあげるわよ。誰も邪魔をしなくても。怖い。私のおさらりとかはいかがかしら。きっと似合うと思いますわ。へへ、なんだかいいね、それ。僕、お姉ちゃんができたみたいだよね。かわいい、このやりとり。いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、これ終わってしまった。終わってしまいました。サクサクと終わってしまった。また完璧すぎて、あっという間に。なんでこんな完璧なんだ。いや、もう本当に皆さんすごすぎました。もう声優さん皆さん、まあ、もう当然すごかったんですが、このエンジニアの皆さんっていうんですか、音響監督さんや三沢さんとかも、もうプロの技っていう感じで、いや、すごすぎましたね。感動しました。もう何もすごすぎて、プロの現場がすごすぎて、もう口出したら失礼なのかなみたいな感じで、何も言えねえわってなりました。いや、すごかったです。いや、本当にいい経験ができました。ありがとうございます。これを経て、メイキングみたいな感じで、これを経てあのティザーができたんだなっていう感じで、いや、最高のね、アフレコ現場潜入でした。ありがとうございます。マリンさん、はい、これで終わりじゃないんです。終わりじゃないですか。終わりましたけども、この後あの人たちと、え、
あちらでご準備ください。え、なんすか、なんすか。行きましょう、行きましょう。いや、井上さん、福江さん、この度は収録本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと改めまして、はい、宝生マリンと申します。この度はご参加いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あの、本当に申し訳ございません。いやこちらこそ本当わけわからん台本読まして本当すいません。まずはですね、あの一味の皆様にちょっと謝らなきゃいけないなと、何がですか、何をですか。だって我々なんてただの一味なんですよ。いやただの一味じゃないで、もプロのさん、いやもうただの一味なのに、こう、もうそれこそね、なんだよね、そう一番皆様をこの仕事ね、かこつけて、こんな声優という職業を出しに、船長とこうやって対談をしてしまうという、逆ですよ。ずるいかったと。いや、こっちがずるで、このちょっとこのマリンというのを利用して、憧れの声優さんをこんなわけわからんことに使ってしまって、違うんですよ。本当一味の皆さん、本当すいませんでした。申し訳ない。でも勝てなかった。そうです、船長のゲームに出たいという気持ち声優としてのご判断が、もうこんな声優としてじゃない、じゃなく一味としてありがとうございます。いや、ちょっと一旦ね、まあ、皆さんご存知だとは思うんですが、はい、一度自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、この度、本当にあのファン代表ではないんですけど、参加させていただきました声優の井上まりなです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、そしてあの本当にすみませんでした、なりりしゃおやらせていただきました福江美里です。声優をなりわいにしている一味です。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございました。まず最初にちょっと一つお聞きしたいんですが、まあ、なぜこのわけのわからんオーディションを受けてくださったのか。受けないとか、受けさせてもらっていいんですか、なんですけど。逆に多分あの船長もともと最初にあの配信でね、話した時は冗談で、ね、ガチで声優さん呼んじゃうみたいな、いや呼べるわけねえだろみたいな空気だったんですけど、そうですまさかのマリーナがね、出ますよみたいな、今しかねえと思って、ちょっともう本当、もう怒られるかなと思いながらも、ちょっともうこの指がちょっと耐えられない、指がこの指が抑えられず、ありがとうございます。勇気ある。そうなんですよ。いや、でも福江さんもね、ちょっとささなんかちょっと最初はね引き気味でしたが、いや違うの、違うのよ。ほんと好きすぎて、なんか分かります、この、いや船長は分かんないかも、このオタクで分かんないけど、ほんとに隠れた一味として応援していたかった気持ちと、あなるほど、でもちょっと名前呼んでほしいって、よくね勝てなかったんですよ。ありがとうございます。いや、こちらこそ。なんかちなみに声を当ててみてのなんか感想とかって何かあったりしますか。すごい話の内容が面白いねって、さっきあやねちゃんとも、いや、さすがに話の内容は絶対面白くないんですけど、絶対面白くない。めちゃめちゃ面白かったで、そもそもあの PV はもう とにかくめちゃめちゃ面白くて、クオリティが非常に高く、船長がそう、あの放送でいじるから、マリン公文とかにいじるからケラケラって笑うけど、でも、これどうなるの鈴木みたいな、我々が普段やってるゲームと、もう本当に一切変わりない、ちょっとそれ盛りすぎでは、ちょっとそんな上げないでもらって、そんな上げすぎないでもらって、ただあの自身があの演じさせていただいたリアナちゃんは非常にこう、私の中で難しいキャラで、ああそうでしたか、今はこれは通常バージョンなのか狂気バージョンなのかみたいな、ちゃんとこれきっちり演じたいなという思いがちょっと溢れて、いろいろと船長に聞いてしまいました。いやありがとうございます。すごい考えてくださってるんだなって感じて、船長的にも井上さんのねリアンナはもう本当にね、あのもう狂気が綺麗に出ていて、でもその中でちゃんとね可愛さとか幼さみたいなのもしっかりあって、やっぱマリーナは何やらしても完璧なんだよな、何でもできるんだよなって、大人の女出てこねえなこのゲームって思いながら、自分のやれる役ねえなって思いながら、いやハマってました、もうバッチリハマっておりましたよ。あの個人的な話なんですけど、やっぱマリーナはね、ちょっと焼きたてジャパンの冠入って、冠キュッキーってとこからマリーナにハマっていったんで、いやもう本当に紳士欲で、いや最高でした。面白い。でも私はもうナヒリシャは福井さんの声で勝手に脳内が再生されました。いやもうすみません、ありがとうございます。こんなあのゴリゴリ押しオーディションね、私が船長好きだと言ったから受からせていただいたこのオーディション、いいです、全然もうコネクションでもなんでもいいです。本当にでもね、我々ホローライブメンバーで
声優さんのお声聞いてオーディションをしたんですけど、はい、そんなにガチガチにやったんですか。あ、そうです、なんか我々でオーディションを。え、恥ずかしいし、ちゃんとオーディションされてる。恥ずかしい。勝手にオーディションをさせていただきました。え、そちらでね、聞いた結果、いや、やっぱりもうナリリシャは一番福音さんがハマっているという結論に至りまして、今でかあのオーディション普段ね、あの事務所で撮るんですけど、一、はい、回しかやんないんですけど、はい、ちょっと聞いて、はい、ちょ、もう一回、あ、もう一回やろう、もう一回やろう。本気でありがとうございます。最後にちょっと船長にメッセージ入れていいかなって。メッセージをお聞きしました。オタクのメッセージが入ってのホロライブ。そう、あの我々は本当にあの船長だけが聞くと思って、うん、あ、そうだったんですか。送らせていただいたんです。そうですか。あ、それ配信であの全体公開されるので、よろしくお願いします。いや、無理でももう公開されてるんで、この時点ではもう公開されてるので、はい、よろしくお願いします。でも船長はもし自分がやるとしたら、はい、どの役がいや、そんなちょっとこれで、え、な、誰かなとか言ったら、え、じゃあちょっとやってみてもらったって。いや、無理やりませんよ。誰かやるかなって思って。いや、無理いや、今日すごい感じたんですけど、声優さんの本当のプロの現場を見ていて、あ、マリン、これ無理だ、声優さんは絶対できないって。いや、慣れですよ、完全に。声優慣れですよ。いやとんでもないですよ、もう本当に。でもナリリシャ本当にあの聞いていて、なんかその清楚さやちょっと弱さみたいなのが、もう本当にクエさんが一番ね、あのめっちゃ早口ですいません。いや、もういいです、もう良かったです、もう良かった。私の声優やってからの20年はこの日のためにあったので。いや、ちょっとそれはちょっとさすがに盛り過ぎ。思っています、ありがとうございます。船長も福江さんとのね、うん、出会いはある日深夜アニメを見ていたね、うん、もうひときわ可愛い声が流れてきて、うん、え、こんな可愛い声の声優さんがいるん、誰と思ってエンドロールを見て名前を覚えて、その後さらに沼に落ちたのが、うん、でクラッシュビーダマンの月のコンタキュー。船長出してくるもん。ちょいやばい。絶対ショタなんだよな。ちょっとね、それなんで。もう可愛すぎて。コンタくんです。そうですね。もう本当に声がもうね、何で聞いても可愛すぎて、なんかもう可愛い誰って思うと、あ、福江さんでしたみたいな感じで。嬉しい。こんな可愛い声の船長に言ってもらって。いや、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう最高。いいですか。あ、そう。いいです。大丈夫です。我々がなんで船長好きになったかとか、言いたい。確かに言いたい。何できっかけで知られたんですか。私も多分ちょうど1年ぐらいなんですよ、実は。あ、そうなんですね。で、知り合いが VTuber オーディションを受けるっていう。そうなんです。声優さんが、一応声優ってなって、全然ホロライブとかじゃないんですけど、私もその時ってまだ VTuber あまり知らない時代で、でももちろんホロライブさんはもちろん知ってて、最大手だっていう。なるほど、ありがとうございます。で、その VTuber オーディションを受ける人のちょっとお手伝いを、その子もわからないから、じゃあ手伝うねって言って、で手伝い始めて、じゃあまずは企画を考えなければっていうところで、ホロライブさんの切り抜きがいっぱい上がってるじゃないですか、それの一番再生数が多いやつから見ていって、数字で、で大体こうみんなのこうゲーム実況みたいな、でこう非常に叫ばれてるやつとか、非常に叫ばれてるやつを見ながら、VTuber ってこんなことまで言っていいんだみたいな、あれで衝撃を受けて、わかる、今時っていうか、なんか新しい、そうなんだ、そうなんです。意外とこういろんなお言葉を出されたりとか、ここまでやっていいんだ、めっちゃ面白ってなって、でその中で船長がいたんですよ。あ、なるほど。でこう見ていくと、もうちょっと船長のなんだろうな、できる女さ加減がすごい。この人何でもできるじゃんみたいな。いや可愛いし、声も可愛いし、歌えるし、絵も上手い、で、あの声真似も上手いみたいな。なんかほぼ多分船長の切り抜き動画ほぼ見あさりましたから、いや、ちょっと上げられすぎて困ってます。ちょっと下げてもらう、もうちょっと下げてもらって。いろいろ話を聞いていくと、船長の人間としての、なんか人間性も素晴らしくて、そうなんですよ。こんな人がそばにいたら本当幸せだろうなって思うような、もうなんか人として尊敬してるんですよ。ちょっとびしょびしょになってきた、ちょっと私は下ネタも好きなんで、こんな下ネタも言ってくれる、最高じゃん。びっくりしたけど、笑い、めっちゃ笑いましたね。そうですか、ありがとうございます。ここまでやってくれるんだなっていうところから、
福根さんも同じような感じですか？切り抜きから。私も1年前で、あ、ちょっと同じ時期。そう、ちょっと経緯があれなんですけど、ちょっと未隠さず言ってもいいですか？何ですか？何ですか？なんか去年の春にちょっと声帯をね、盛大にぶっ壊したんですよ。結構派手に近年丸に見ればぶっ壊して、で、私の声帯結節はどのぐらい治るんだろうと思って声帯結節で検索したら、そう、船長が出てきて、あ、このマリーさんという方も声帯結節を患われている。まさかの声帯結節。そう、見せたんですよ。ペコラちゃんと、ペコラちゃんとよくご存知で、ペコラちゃんもそう同時期に、それでミレーになって、で、私掴まれたのは、あの、はい、あれです、マリン70、あー、わかる、あー、8歳で、あー、そうですか、おーと、を見るよ、見て、あと、あの、あれです、唐突にやってくる美里さんのモノマネ。なんか声優さん的に声マネとかってちょっと、めちゃめちゃすごくないですか？まとめの動画あるじゃないですか、船長の声マネ100選みたいな。ずっと見てましたから。私もあれ繰り返しめっちゃ見ました。いやいや、ちょっとすみません、本当失礼な。休業中、喋れないし、家で結構しくしく泣いてて、したら、で、船長がよく言う、昔の自分の声見て泣くとか。いや、そうなんです。全く分かる。いや、分かります。いや、めっちゃ分かります。シスターズだ。そう、船長も結節になった時、どれぐらいで治るのか結節でずっと調べてました。もう同じ同じ同じ。そう、でもなんか結構あの声優さんもやるんです、みんな結構よく、私一回手術もして、あ、手術も、そう、あの、結構でも隠す感じなんですね。なるほどなるほど。言わない。でも、あれをあんなに明るく、こうなんか、いや、こう今こんな感じって言えるのって信じないと思って、病んでる間ずっと船長のおしゃべり聞いて元気になったので、ちょっと、そう、わかんないって言ってたけど、私にとっては恩人。あー、ありがとうございます。ちょっと後でいい針教えますね。大丈夫なやつですか？大丈夫なやつですか？普通の神経、喉にいいし。そう、でも、そうなので、すごい、そう、ちょうど1年ぐらい同じくらいだったから、ありがとうございます。本当に嬉しいです、この1年を経てこうやってね、繋がれて。こんなに早く、本当に、まさか。でも、そんな言いますけど、船長はもっともっと前のね、もう子供の頃からね、お声聞いてますから、青春ですから。だからもう恩人で、推しに惹かれている。なんかちょっと、もどかしい。もどかしい。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。いや、ちょっとね、じゃあこちら、セカンドワールドね、これ、まあ、300万人登録者いったら、配布したいと思って。マジですか？マジで？ちょっと行くと思いますよ、そんな。いや、簡単に行きましょう。いや、まあ、まだまだ先なんですけど、まあ、見たら配布しようかなと思って、その時はね、もうぜひちょっとフルボイスで。すごい。船長、全部もう完結はして、している。してな、ない、ないです。シナリオとかも一応頭の中には。いや、ないです。ないんですけども。そうなんだ。すいませんが、なくてですね。いやいや、まあ、でも、ちょっと脳内で勝手に、なんか配布して、フルボイスにして、みたいな妄想だけは、一人にしていますが、まあ、ちょっとでも、解決しなかったらすいません。ただ話の畳み方がちょっと、いまいち、これどうやって畳めばいいんだ。世界広げすぎたな、みたいな。ちょっと、そうなんですよ、世界になってる。すごい。そうですね。楽しみにしてます。ね、この PV 見たら多分皆様も多分やりたいと思うんで。そうかな。やりたいと思います。その時はぜひまた、ね、あの、お声を、ちょっと長くなってしまって地獄になるかもしれませんが、いや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 、ぜひまたやっていただきたいなと。もうその際には最優先でスケジュールを、はい、あ、ありがとうございます。ギャラもいらないです。はい、それはさすがに全然です。お仕事選手に言われたら何でもやるし、一味ですので。いやいや、そこは仕事なので。いや、プロ、お互い超プロ、プロとして、はい、プロとして、かっこいい。ナイスキッチ。いや、本当にありがとうございます。本日はね、お時間いただきまして、ありがとうございます。本当にありがとうございました。今後もね、はい、マリンとセカはよろしくお願いいたします。はい、こちらこそです。楽しみにします。じゃあちょっと最後に一緒に締めの挨拶をしたいんですけど、はい、いつも通り出航って言おうかと思ったんですけど、ちょっとまさかのオツセカワーで行こうかな。ほら、そっちで行く。あ、そうなんですね。オツセカワー。いやそう。ちょっと言いたかった。あれ、あれ。出航で。あ、いいですよ。オツセカワー。オツセカワー。じゃあ、オツセカワーからの出航で行きましょう。はい、もちろんです。じゃあ、せーので行かせていただきます。もちろんです。オツセカワー。じゃあ、いっせーので、オツセカワー。それでは行きますよ。出航。よっしゃー。マジで鼻血出る。すごい素敵、本物。